子猫も真冬でも廊下の前だったりとか玄関のところでお腹出して寝ちゃうぐらい騙されたと思ってそのまま進みましたねもう何年も何年もサボテンカラス男が同じ植物を育て続けられているという、まあ、そういうところができたのも一つレイアウトさんの強みなのかなと勝手に思ってはいます。愛知県岡崎市を中心に家づくりで暮らしや人生を支えるお手伝いをしている共感住宅レイアウト、本日は実際に家を建てになられましたオーナーの皆様にお集まりいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ本日は男性目線女性目線のさまざまな裏話を聞いていきたいと思っておりますので、まずは旦那様の皆様にお集まりいただいております。司会は私水野由美子と申します。よろしくお願いいたします。さて本日は共感住宅レイアウト山本社長と家づくりアドバイザーの秋谷さんにも同席をいただいております。さあまずは山本社長、今回どうしてこのような動画撮影を行おうと思われたんでしょうか。はい、今回オーナー様に集まってもらって家づくりの前できた後の率直なご意見をお聞きしたいというのと、いい家を作っている自負もありますし自信もあるんですけど、こういう点がちょっとあの悩みの種かなっていうところもあったりとかで、そういうところがオーナーさん同士でこう話していくと、うちはこうしてますみたいな話を聞けたりすると、きっと今家づくりを検討してくださっている方々に何らかのまあ参考になるんじゃないかなと思って、今日あのオーナー様の皆様にお集まりいただきました。はい、ではもう本当に忌憚のないご意見を素直にぶっちゃけてお話しいただいた方がいいという感じですね。そうですね、言える範囲で、はい、おっしゃっていただけるとよろしいかと思います。はい、分かりました。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですけれども、皆さんにですね、まずは家の住み心地についてお聞きしていきたいなと思っております。共感住宅レイアウトさんの家、私自身は実際に見たこと体験したことがないんですけれども、皆さんいかがでしょうか。まずはコウキさん、お願いいたします。はい、レイアウトさんの家っていうのが極端な話、脱衣場から洗面所、子供部屋っていうのが全部同じ気温になってるんで、この箇所だけ暑いだとかトイレってものすごく暑いって感じることは一切ないんですね。で今この時期ちょうど8月ですけど、実家に行ったりとか友人の家に行くとリビングを出た瞬間蒸し暑さとか感じると思うんですけど、まあ、そういうのも一切感じないんで、ホテルとか旅館みたいなイメージでずっと同じ気温で過ごせるっていうのはすごくいいメリットかなっていうふうに思いますね。お家全体が同じ気温なんですか。そうですね、基本的には大体同じ気温で、まあ、統一されてて、なおかつそれが6畳用のエアコンで、まあ、それが 2台または3台、多分各家庭それぞれそれぐらいの台数だと思いますけど、まあ、それで同じ気温が保っててるんで、まあ、電気代としてもだいぶ助かってるかなっていうところはありますね。夏はね、特にあのリビングを出たら蒸し暑かったりとか、トイレにいる間がものすごい汗だくになるっていうのが当たり前の生活をしているものとしては非常に不思議な感じなんですけれども部屋同士がつながっているっていうのがどういうことなんでしょうか。廊下に面してる壁ですかね、そちらが全部覆われてるわけじゃなくて、まあ、一部空気孔みたいな穴が開いてるんで、まあ、そこを通して気温が統一化されているっていうような作り方をレイアウトさんするんで、それでまあ全室同じ室温気温になるかなと思いますね。それはあのコウキさんのお家だけではなくて、レイアウトさんのお家の皆さん当然のことっていう感じなんでしょうか。そうですねそう思ったんです。いや、なんかもううんうんって普通のことっていうふうにね、うなずいてらっしゃるので、ヒロキさんも同じような感じですか。そうです、で空気口を通して、まあ、エアコンの風が全体的に行き渡ってというところで、まあ、私は1階と2階にエアコンがあるんですけど、まあ、家から帰ってくるとすごい涼しい天国のような気分になると、そういう設計にはなっているのかなと、はい、お話を聞いているとお風呂とか脱衣所そういったところもつながっているっていうのはなんか本当に信じられないというような感じがするんですけれども、ひろきさんはそのお家にお住みになられてどうですか。私今年の3月から住み始めたんですけど、まあ、ちょうど冬の寒い時期の最後の時期で、お風呂がその通気口じゃないですけど天井が開いててそのまま脱衣室だったりだとかキッチンリビングの方に行き渡るようになってて、それによってお風呂の湿気がリビングの方に流れてある程度湿気が保たれる状態にはなっていると、
そういう設計になってて、前の家に比べるとすごいカサカサするとかっていうことが少なくなったというか、そういうことがなくなって、まあお肌にも、お肌にいいっていうとなんか女性ですみたいな、そういうの言ったんじゃないですけど、まあ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 子供にとってもね、いいことだと思うので、うんうん、いいことだと思います。はい、なんかお話を聞いていると、この以前住んでたお家とのこのものすごい違いがあるなというふうに思うんですけれども、その家自体のこの性能が違うっていうような感じなんでしょうか。大体普通のお家って、私の実家もそうですけど、一番家で寒いところってもうワーストワンはトイレと脱衣場で、脱衣場のうちの実家なんてもう外より寒いんじゃないかと思うぐらい寒いですけど、レイアウトの家はそういったのがないという、そういう設計ルールになってます。この時代もですよ、この2024年になっても家の中で死んじゃう方が大体年間1万3000人ぐらい、もう毎年毎年毎年いるんです。これは今皆さんもご存知なとおり、ヒートショックっていうのが原因だって言われてるんです。それで脳梗塞だとか心筋梗塞だとか起こしちゃう。家の中で熱中症になるのも、搬送される方の4割は家の中になるそうです。だからそうならない、要はどこにいても室温の変化がないような状態が理想であって、6畳のエアコンで2台ぐらいで回すと。そうすれば60なんで消費するエネルギーも少ないので、そうするとオーナーさんにとってもかかる電気代も少なくて快適が理想ですよねというところです。まあ、それを実現するための性能を保ってるっていうのがレイアウトの家というところですね。なるほど。はい、その室温の変化のない家、夏は熱中症、家の中での熱中症、冬はヒートショック、まあ、そういった心配のないお家っていうのは本当に住まわれていて、本当にいいなと、羨ましいなというふうに思うんですけれども、実際にそのレイアウトさんのお家に住み始めてから何かこう変化っていうのは感じられたことってあるんでしょうか。私はレイアウトさんのお家建てて昨年の2023年の8月に建てて、もう今丸1年経ちます。私今34歳なんですけど、恥ずかしい話ちょっと若くして高血圧の部類なんですよ。でこれ毎年大学生の頃、まあ健康診断はやってるんですけど、20歳過ぎた頃からちょっと血圧上がってきたなと。ただ家系的に父親も高血圧ってこともあったので、まあ、遺伝かなと、まあ、半ば諦めながら、まあ、でもいつかは病院に通うことになるのかなとちょっと不安なまま、20歳から34まで毎年毎年血圧の上を更新し続けてきたんですよ。でレイアウトさんのお家が2023年経って1年間経って7月にまた会社の健康診断を受けたんですけど、これ本当に僕はこんなことあるんだなと本当に驚いたんですけど、因果関係は分かりません。初めて14年越しに血圧が下がりました。医者にも通ってませんし、薬も飲んでませんし、特に食生活を変えたとかもありません。何が変わったかといったら家が変わったぐらいで、そこに変化を感じましたね。いくつぐらいだったんですか。もう詳しく言うと上が去年が160超えました。で今年がまだ高いんですけど145、うん、ですけどこんな15も下がることはまずなかったので、うん、はい、人って人生の中で建物の中にいるのが7割か8割なんですって。その中で大体多くを占めるのは自宅になるらしいんで、まあ、当然そうなんですけど、でそこの温度が1度上げられると血圧が 1.5 ぐらい下げられるんですって。で例えば昔のお家って室温が15度ぐらいで住んでて、でも寒いけど我慢できちゃうみたいなところで、そういうところで住んでた方とか、レイアウトの家で冬場25度ぐらいのところに住んでると10度違うわけですよ。で10度違うと 1.5 違うんで、前は15ぐらい下がったりする。人によって違うらしいですけど、それも健康面での変化を感じられたっていうお話ありましたけれども、他には変化を感じられたことある方いらっしゃいますか。プリンアラモードっていうかわいいかわいいワンちゃんがいたんですけど、この間亡くなっちゃったんですけど、住んでる本人からすると毎日毎日住んでるので、その犬の匂いだとか動物の匂いってあまり気づかないのかもしれないですけど、やっぱりたまに来る山本さんだとか、あとは友達だとかが来てもそういう犬の匂いとかそういったことを言われたことは一切なかったので、やっぱりそういった匂いとかそういった環境面もすごい非常に過ごしやすいんじゃないかなというふうに思いますね。犬もそうなんですけど、
植物も非常に過ごしやすい環境で、僕はあのサボテンをも枯らす男だったんですけど、多分気温室温が一定なのと、あとは乾燥とかそういったところの湿度も一定だっていうのがあると思うんですけど、観葉植物が枯れなくてですね、もう何年も何年もサボテンを枯らす男が同じ植物を育て続けられているという、植物にとってもいい環境なんだと思います。生き物全体に優しいお家と思いますね。皆さんも実感されている感じですか？そうです、僕も猫飼ってるんですけれど、まあ、今まで猫って飼ったことなくて、僕も実家で犬を飼ってたり、まあ、妻の実家で猫飼ってたりってあって、もともと猫飼ってなかったので、その実家に、妻の実家に行ったりすると、まあ、やっぱり猫ってちょっといるなっていうのを分かったりしますし、個人的に猫アレルギーなんですけど妻の実家行った時とかに目痒くなったりとかあったんですけど、まあ、猫と一緒にいることで慣れたっていうのもあると思うんですけど、今の家だと、あと空調とか排気がしっかりしてるっていうのもあるのか、今の自分の家にいる限りではその目のかゆさとかがもう全くないですね。やっぱりその毛とかがやっぱり溜まりにくいというか、しっかり換気されて出ていってるのか、もうそういうのが本当になくて、もうすごい猫溺愛できるぐらいにやっぱり猫も暑い寒いって苦手だと思うんですけど、もう猫も真冬でも廊下の前だったりとか、もう極端な話、玄関のところでもうお腹出して寝ちゃうぐらい、もうどこでも猫が真冬でももう全く寒さを感じないぐらいっていうので、やっぱりそういう意味でも人にとっても動物植物にとっても住みやすいお家なんだなと思いますね。聞けば聞くほど驚きしかないという感じがするんですけれども、今ね、翔平さんから出た換気ということなんですけれども、やはりこのレイアウトさんのお家というのは、その換気にすごく特徴があるんじゃないかなというふうに感じたんですが、社長いかがでしょうか？そうですね。換気扇って普通天井にあるんですよね。で、私も建築勉強してきた身ですから、だいたい換気扇設置するっていうと上、天井か壁の高い位置に設置するっていうのがセオリーなんです。で、レイアウトのうちはもうほぼほぼ空気を吸う、排気していくところ、床かもしくは床にすごくほど近いところにつけるっていうのが設計ルールなので、掃除をサボった時って綿ぼこりどこに溜まるかって言ったら必ず床に溜まるんですよね、この辺には溜まらなくて、天井についたりもすること絶対ないんですよ。で、換気扇っていうのは汚い空気、大体空気より重たい、塵やほこり、花粉、ペットの髪毛、とかも絶対床に溜まるんです。で、それをもちろん床に落ちちゃって残ってるものもあるんですけど、おおむね大体その床についてる換気扇が外に排気していってしまうというような換気システムをうちは入れてます。で、それによって多分アレルギーとかも多少軽減されたりとかするんじゃないかなと思います。音なんかも部屋がつながってるとちょっと聞こえすぎてしまったりみたいなことってないのかなとちょっと疑問に思うんですけれども、いかがでしょうか？今なんかいい話ばっかり出てたんでちょっとこの雰囲気で言うのもあれなんですけどやっぱりちょっと音とか光っていうのはどうしても気になる部分はやっぱありまして、僕も今子供が2歳でまだ小さいんですけど、まあ、家建ててから子供が生まれて、まあ、夜寝かしつけの時とか子供一人で寝かしたりして降りてきても、やっぱり明るいとなかなか子供が寝なかったりとか、まあ、子供が寝てる時にテレビの音とかで起きちゃうっていうこともやっぱりあって、ちょっとその、まあ、光はあれなんですけれど、まあ、カーテンつけたりとかでもどうとでもできるんですけど、やっぱりちょっと音っていう意味で言うと、そのどうしてもつながってる部分、どの部屋もやっぱり生活音とかがやっぱり聞こえちゃうかなっていうのは、そこはやっぱりちょっと懸念っていうのはありますけれど、まあ、ただやっぱり住んでしまえば慣れてくる部分はありますね。妻がもともと夜勤あったので、まあ、今言ってるつながってるっていうのは、まあ、そういうふうにつなげることもできますけど、うちは要望として寝室だけは つながらないようにしてるっていうのがあるので、まあ、やっぱり別にそこは選択肢としてあるっていうだけで、つなげないっていう選択肢もできるお家かなと思いますね。
ですね、今おっしゃっていたように、そういうふうに寝室を塞ぐ、寝室だけは上はこうつながずに、で空調をそこだけ個別でかけるとかっていうこともできますし、そういった意味で言うと、小木さん夜勤ありますね。日中子供が保育園行っちゃってるんで誰もいないっていう場面もありますけど、やっぱ帰ってくると子供の声はするんで、まあ、なので先ほど言われたことってやっぱデメリットでもあるんですけど、逆に言うとやっぱ子供が一人で寝てる時に起きてきたなっていうのが分かる家なんで、多分一般的な住宅だと上で子供寝かせてると全然起きたとか泣いてるっていうのはなかなか分かりづらいんですけど、そういう意味ではまあメリットでもありデメリットでもあるのがその通気口のそういう窓口なのかなというふうには僕は思ってるんで、いいこともたくさんあるし、少し困ることもあるけど、それも含めて、まあ、含めて自分たちが建てた家なんで、それがっていうふうに思ってますね。はい、ありがとうございます。お家に住んでいる住み心地についてお話をお伺いしていきましたが、実際に皆様がレイアウトのお家を初めて見た時っていうのはどんなふうに思われたか、当初の印象をお聞きしていきたいなというふうに思ってるんですけれども、竹則さんいかがですか。私はまずお風呂の上が空いていることと、お風呂ってまあ換気扇って当然どのうちもあるっていうのが当たり前だと思ってました。ですけどもレイアウトさんの家にはそれがありませんでした。まずそこでこれ大丈夫なのかなと、換気線がないということは換気ができなくてカビだらけになるんじゃないかなとか、であと、お風呂の天井上を見るとお風呂の天井がまずなんて言うんでしょうね、 ないというか、天井がなくてもうちょっと高いところに家の天井があるというか、ちょっと表現難しいんですけども、そういうような作りになってまして、そこの仕上がりが、まあ、木だったり、クロスだったり、そういうような仕上がりなので、そこに、まあ、やっぱ湿気がいくとやっぱ腐ってっちゃうとか、なんか色変わってブヨブヨになるんじゃないかって思ってました。でそれも換気扇がないからなんですけど、また換気扇つながりで、台所です、レンジフード、それがありませんでしたので、油でコテコテになるんじゃないかと、はい、でそれを、まあ、その、まあ、レイアウトさんの方にこれ本当に大丈夫ですかと、まあ、設計の方にも聞いても、大丈夫ですと、はい、言い切られたので本当にまあ何て言うんでしょうね、騙されたと思ってそのまま進みましたね1年、まあ、暮らしてますけども、お風呂にカビも生えませんし、もちろん床面とかちょっとした床に近い壁面っていうのはピンクカビだとか生えることはありますけど、それは定期的に清掃すれば全く問題なく、黒カビなんていうのは一回も見てませんので、天井見てもそういうのは一切ないですし、台所周りも台所のクロスが油でコテコテになってるってことはないので本当にすみませんでした疑って、はい、でも本当に最初第一印象としてはすごくもう不安がたくさんあったっていうような感じなんですけれども、はい、そのもうレイアウトさんの大丈夫を信じたそうですね、はい、大丈夫、なぜならこうという説明まで受けてますから、はい、隣に並んでる皆さんもなんかニヤニヤ笑ってらっしゃいますけれども不安でしたという方どうですか、手を挙げていただいて、あ、不安でした皆さん不安だったようなんですね一番長くお住まいになられているのは和孝さん、はいはい、当時の不安を振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、本当に住み始めから、あ、本当だっていうのを感じると思うので、すぐに不安は取れると思います。初めてレイアウトのお話を聞いて今不安に思われている方はこのメンバーが保証したいと思いますので、ぜひ安心して家づくりを進めてもらえたらいいかなと思います。9年間ですと、まあ、様々なこう、ね、冬も夏も四季折々過ごされてきてると思いますけれども、どの季節でもこうレイアウトのお家は快適ですか。はい、特に冬なんかは半袖で過ごせますので、着込まなくてもいいので、それすごい他の家との違いかなと思いますけど。話進めていく中で私たちがそのじゃあ皆様だったらこれぐらいのお値段になりま
ますよっていうような資金計画見積もり書って言われるようなものをお見せするんですけど、そこの段階でうちの会社って安くはないと思います。でその時見ていただいてまずどう思ったかっていうお金のところのところがちょっと聞きたいなと思います。担当職員に教えていただきたいです。正直に正直におっしゃってください。他社さんと比べてどうだったかっていうところも踏まえて、これって払っていけるのかなっていうのがやっぱりその時の一番の不安要素で、それ坪単価としてはやっぱり高いなっていうのがあったんですけれど、まあ、やっぱ当時の営業の方とかとやっぱりいろいろ話をしていく中で、まあ、やっぱり親身にうちのそういう、まあ、経済状況とかも確認しながら話をしていってくれたんで、まあ、最初は高いなと思ったんですけれど、まあ、しっかりうちのこともちゃんと考えて出してくれてるんだなっていうところがありましたし、高いからといって、まあ、やめようとはならずに立てさせていただいて、やっぱり良かったなと今は思ってますね。お引き渡し後に皆さんにあのアンケートを記入いただくんですけど、そこでやっぱ最初は高いと思ったみたいなことを書かれていただけるんですけど、引き渡し後は、まあ、妥当な金額だと思って皆さんも答えてくださるので、住んでから結構価値をちゃんと感じていただけてるなっていうのは実感はしているところですね。先ほどね、他の業者さんと比べてみたいなお話も出てましたけれども、皆様もレイアウトさん以外の住宅会社さんと比べながら家づくりっていうのをしていかれた感じなんでしょうか。まあ、僕はしましたかね。一応何社か回った上で最終的にレイアウトさんの方を行かせてもらって、まあ、そのままレイアウトさんで家づくりを進めたって形になりますかね。お値段で比べるといかがでしたか。最初に見積もり書っていう形で出てくる金額は確かに高いな、坪単価で出すとやっぱ高いかなとは思うんですけど、レイアウトさんより前に行かせてもらったお家とかっていうのはやっぱ金額が出た上でオプションで多分上乗せをどんどんしていくと思うんですよね。ただレイアウトさんの家っていうのは最初から一番上を出した上で多分引いていく方が多いとか、まあ、足しても言うてそれほど上乗せはしないぐらいの金額、上下の振れ幅っていうのはあまりないかなと思ってて、でそれプラス外交費も全部合わせた金額なんで、まあ、そういう意味で言うと家建てた後だとまあ妥当なのかなっていう。レイアウトさんのお家は、まあ、高いだろうと思って話を聞きに行きました。でその高いだろうと思ってた金額よりもまた高かったと僕の中でですね、あと1割下がらんかなとか思いずっともう思いながらも話を打ち合わせずっと僕も進めてました。でも別にあのなしでは全く自分の中では建てたいと思ってたので、はい、自分の中でお金の葛藤をして完成して住んで今は大満足してますから、見積もりを見た時は高いなと思って、さすがにインスタで見つけたよりも高いよねって話にはなったんですけど、まあ土地を実際に見つけて、イニシャルコストとランニングコストで話があったんですけど、まあイニシャルコストは高いけどランニングコストはまあ抑えられるよねっていう話になって、まああとは間取りを見せていただいた時に妻も僕もなんかすごいいい印象の間取りが出てきて、すごいなっていうところがあって、まあそれもまあ一つの付加価値で、あのルームツアーがあるってそれを見てもらえばいいんですけどどうなるか見てもらえばいいんですけど、まあ、何がかっていうと、うちの土地って30坪ちょっと で建て坪が26ない、でその中で5人家族で住むっていうなかなか厳しい条件、他のところだとえってなるような条件下のところだったんですね。まあ見せてもらうまではそこもすごく不安で、大丈夫だのかなって、で間取り見せてもらった時にうわすげえってなって、まあ、そういうところができたのも一つレイアウトさんの強みなのかなと勝手に思ってはいます。値段に関しては本当に気にしなくなったっていうとあれですけど、本当にうちのそのなんていうんですかね、あの家族に合ったその土地に合ったものを作ってくれたのですごく良かったなと思っております。お金の話とかもあんまり考えなくなったというか、そこが本当に良かったなと思っています。ご家族の住まわれ方に合わせて
家づくりをしていくって、もうそのそれぞれのご家庭に合わせた家づくりの提案をされているのがレイアウトさんなんだなというふうにお話をお聞きしながら感じておりました。実際に住んでみて、まあ、皆さんね最初の資金計画は高いなというふうに感じられたということなんですけれども、まあ、その金額はありつつの住んでみてその価値があるかどうかみたいなところに関してはもう満場一致で価値ありというような、ね、大きく皆さんうなずいていただいておりますが、具体的にはコウキさんどうですか、どのような感想をお持ちですか。誰にでも見せれるようなお家かなと僕は思ってるので、まあ自慢ができるお家っていうんですかね、そういうトータル面でもう大満足なお家かなというふうに思ってますね。お金にまつわるねちょっと踏み込んだお話を皆さんにしていただきましたが、住み始めてからのレイアウトさんとのこの関係性といいますか、アフターフォローであったりとかそういうところはどうなのかなというふうなこともお聞きしていきたいんですけれども、翔平さんいかがですか。うちは結構やっぱ細かいことでも直接お聞きすることも多くて、まあそれこそ今時も LINE で質問したらすぐに返信もしてくれますんで、家っていうよりかはもう家電とか、この家ってエアコンすごい重要だと思うんですけど、ちょっとエアコンから例えば水が漏れちゃったとか、もうそんなの別にエアコンの話なので住宅メーカーさん関係ないんですけど、まあ一回ちょっと聞いてみようかって言って聞いたら、対処法もやっぱりすぐに教えていただいたりとかするので、換気とか給気のそういったところの話もですねすぐに解決策というか提案してくれたりするので、まあ助かってますね。すぐに連絡しちゃいますねこの間も網戸がちょっと壊れたんですけど、ありました、ね、自分でガチャ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 ってもうすぐ諦めるんですよ。すぐ諦めたらもうすぐ山本さんに連絡そんな感じですぐに連絡してしまいますので、それだけすぐに動いてくれるし、すぐ対応してくれるし、信頼を受ける存在だし、本当にレイアウトって家を作る時も大事ですけど、そこから先の関わりの方がすごい大事だと思うし、長いしすごい手厚くやっていただいているのでとても感謝しています。お引き渡しした時からが本当のお付き合いですよって、契約したとか仮契約もらったとかそんな時はまだお付き合いの始まったにもう触りにしか過ぎなくて、お引き渡しする時に全てのオーナーさんに私が個別にお話してるんですが、今日からが本当のお付き合いですよって言ってるんですね。ありがとうございます。これからもオーナー様とレイアウトさんと この関係性はずっと長く深く続いていくんだなというふうに感じました。本当に今日はさまざまなお話をお聞かせいただくことができました。旦那様の部ということでね、お金にまつわる話もかなり踏み込んだところまでお話いただきまして本当にありがとうございました。家づくりを検討されている方にとっても本当に参考になるお話ばかりだったのではないかなというふうに思います。さあそれでは最後に山本社長から一言お願いいたします。はいはい、今回男性の部ではどちらかというと建物の性能だとかお金の話とかが多かったですけど、当然やっぱりまずこれも言ってるんですけど、デザインはやっぱり絶対にありきなんですよ。デザインいいのはもう当然というか、そこがあって、そこはもう担保されてる状態で、なおかつこう性能が良くってとか間取りが良くってとかっていうのもあって、で最後に我々私も含むうちのスタッフの、まあ、人がいるというようなところが一番大事かなと思いますので、まあ、それは今後も変えずにこれからもオーナーさんのうちを守り続けていくのは我々の仕事ですので、まあ、それは変わらずいきたいなと思っております。ありがとうございます。共感住宅レイアウトオーナーの皆様にお話を伺っていきました。それではこの後はまた奥様の部もお送りしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。